頼むぞ。あの箱の中の日記を読んだ者が手にすると言われている莫大な財宝。悪いけどこいつはいただいていくぜ。ルパン！あのアルセーヌ・ルパンが唯一失敗したと言われているブレッソン・ダイアリー、孫のお前が挑戦しようと思うのも無理はないか。ここまでか。なわけあるかよ。来た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 。返して。お前これの本当の価値知らないんだろ。あなたより詳しいはずよ。取引しない。なんでお前みたいなひよっこと組まなきゃなんねんだ。考古学っていうのは過去の真実を知る唯一の方法なのよ。ブレッソンはよっぽどこれを秘密のままにしたかったんだろうな。この二つが揃えば第三帝国の復活も夢ではないのでは。おじい様たちは何をするつもりなんですか。確実に世界を変えちまう何かだよ。ルパー、まだ試合は終わっちゃいねえ。そりゃあり、うわ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 、まったくもう元気な野郎だな。それも世の習い。もしもし、ルパー、泥棒はいやいややるもんじゃねえぜ。こんなのは簡単だよね。かの有名な大泥棒ルパン三世だものね。いけっかもな。